年2月ですねえー、リドリー・スコットはビジュアルイメージどういうふうに絵を作るのかというのを考えてたもうあの、ね、リドリー・スコットの中にはやりたいイメージがあってそれは、ね、これなんだこれはアメリカの現代画家のエドワード・ホッパーという人が描いたナイト・ホークス。これ何かっていうといわゆるダイナーと呼ばれる、まあ、簡単な食堂にニューヨークの簡単な食堂に毎晩毎晩人が集まってみんな会話せずに じーっと孤独な夜を過ごしてるってやつで、まあ、かなり有名な絵なんだけどもまずこれだと多分色味っていうのはこんな感じの色の絵を作りたいと。でそれともう一つ別にリドリー・スコットってデザイナーでもあって本にも絵を描くから世界観をねちゃんと絵にしてるんだよね。でこれが1980年の初めぐらいにリドリー・スコットが描いた えブレードランナーのイラストです。こんな感じでやってくれと。もう本当にねヘビーメタルという雑誌で、ジャンジローほとんどその人の写したんじゃないかというやつでもうこの頃から後ろにですねあの巨大な日本のお姉さんがですね <laughs> 看板のところにガーンと出ててで街全体が、まあ、ヘビーメタルタッチでねそのフランスの、えー、漫画のバンドデシュのタッチでやるっていうのが決まってた。 さっきの「のナイト・ホークス」とあとこの「自分の絵」っていうこれを2つ合わせたようにということでまあ実はねブレード・ランナーのイメージっていうのは作業に入る前からじわ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 と監督の中ではできてきたんだよね、まあ、絵うまいよね本当に。エイリアの時の時ーガーとか、ロン・コだということで見つけてきたのがシド・ミードまあ有名な人だよね。 当時はね、あのね、えー、インダストリアルデザインの人だったんだよね。で、まあ筋がいの SF ファンで、あの千九百四十八年第二大戦が終わった直後ぐらいに。 15歳の頃のシドミードは、えー、ハインラインという SF 作家の家に突然お邪魔して、ハインラインさんファンです、会ってくださいって言って、家に入ってお茶まで飲んでるという武勇伝があって、<laughs> SF ファン的にはすげえ羨ましいんだけど、<laughs> 1948年の段階のハインラインに会いに行ってる。あと5年遅ければ、ハインラインは世界中の誰にも会わないと宣言してる <laughs> ううようになるから、まあ、いい時代生きてたと思うんだけどまあ、15歳の頃からハインラインに会いに行くようなおっさんなんだ だけどもまあ、あめちゃくちゃゃ、ね、く行動力もあるとで1959年に25歳でフォードに就職してさっきのこのジャイロンとかこれやってる時代のフォードに就職してそこで未来の車とかを描いて、なんでフォードはそんなことさせたのかっていうと当時の,の1950年代から60年代ぐらいのアメリカの自動車会社っていうのは本当に我が家の我が家の天下で今でいう IT 企業とかねソフトバンクとかグーグルとかねあんな感じのところだったんだよ。 なのでものすごい金をかけて未来はこうなるっていうのを頼まれもしないのにものすごい豪華なパンフレットを作ってそれをアメリカ中に配ってたんだよねそういうふうな仕事をしてたのでまあ画力というのがいっぱいついたで年ぐらいには1970年大阪万博の時にはもう自分のデザイン会社を立ち上げてで日本の会社をいくつかスポンサーにするぐらいの、まあ、仕事をやってたと。で 70年代の,の終わりぐらいに劇場版の「スター・トレック」ってスター・トレックの映画の第一作があるんだけどもそれでですね映画界で仕事するようになって気がついたらあの結構映画業界でも評判の人になってたで「センチネル」という画集が出たところでリドリー・スコットの目に留まって「おおこいつすごいじゃん!」ってことで呼び出された、まあ、リドリー・スコットは自分が描いたこの絵とこの「ナイトホーク」を見せてこんな感じなんだけども シドミードさんとあなたはもともとフォードで自動車の絵を描いてたと。じゃあこの映画の中の自動車描いてっていうふうに自動車だけ頼まれたんだよ。ね。そしたらシドミードが自動車描いてって言われてもその自動車の周りには人がいる。人の周りには風景がある。風景の中にはビルがある。俺は自動車だけ描くことなんかできないって言って描いた映画もういきなりこんなレベルのものを <laughs> <laughs> ガーンと上げてきて、もうね、 この最初の1枚でブレーーードランナーのイメージ完全にできてんだよね。<laughs> と同時にリドリー・スコットはああこれだとあの何がこれだと思ったかというとリドリー・スコットが唯一思いつかなかったのがこの濡れてる地面」なんだよね。でこの「濡れてる地面」と「ネオンサイン」っていうのでレイヤリング技法多重技法っていうそのリドリー・スコットがエイリアンでもちょっとやってたんだけどもやりたかった手法にすごい近づくと。 特にその地面がが濡れてると、ディティテールが倍に増えると。地面に物が映るじゃんそうすると何か物を作ってネオンとかやった場合それが全部下に反射するから画面密度が倍になるとこれが後に「ストリート・オブ・ファイヤー」という映画でいろんな映画監督がやりだしたんだけども多分ねこの,あのシドミードの映画一番最初だったんだよね。